ジュー&マユ札幌暮らしぶり。いるね、なんかね、いるんだよ、生き物が。ダメダメ、これ、いいよいいよ。やっぱこれ分かんないけど、私取り方もったいないでも出てくるけどね。何これ、ここなの。でだから今あのライトしのライト。でもこの音はちょっともう鳥じゃない？ハチではないか。うん。ハチでも出てくるの。これだけど鳥のようにしては可愛くない音だね。異常な。ちょっとそれ閉めライト持つから、ちょっと待ってていや異常だよ。しかも穴増えてるんだよ、私1個しか見てない、この3個も。さっきより音出がるの。そうそうそう、ちょっとこの木見て、これいっぱい穴開いてるけど、ここがこれ今ちょっと気持ち悪い気もしてるんだけど、だっていつもこの木にいるじゃん。そうなのさ、これいっぱい穴作ってんだけど奥までは行ってないんだよね。いや、この毛虫いっぱいいるな、やだな。めっちゃ楽しみ。ガのね、幼虫なんだけど、うん、去年は見なかった、こんな綺麗なんですね。勝手に入ってくる今から。あー、どうだべ、来て。
最初さ、何の音かと思ったの。こうやってここ入ってたらいいか。ガの余地もいっぱいあるから気をつけて。この中でここを通路なんですよ、ね、うん、絶対これだよね。最初端っこね、口開けてさ、ママママちょうだいって言うんだよ。ちっちゃいと思う。絶対今どっか行ってんじゃん。なんか行ってんだよ、ね、母親はな。そう、うん、なんでこの毛虫2匹。そう、毛虫いっぱいいるよ他にも。今年すごい、うん、これすごいでしょ。見たいんだけど、ちょっと下まで見えないのよ、角度。この選手がなんかちょっと綺麗に見えてきた。ねえ、あ、光を離すと泣くね。なんかね、じゃあ行くよ。光やってるよ。光を当てるとおとなしくなるでしょ。はい、まさにそうだ。いいか、光やってるとこ見ててよ、見ててよ。光離したら、え、なんでだろう。白い。え、めっちゃ可愛い。楽しみなんだけど。ね、うん、すごいでしょ。これすごい。これすごいね。この栗の木だけずいぶん開けられてんだよね。確かにこっちの栗の木もそっちの栗の木も全然なのにさ、前カチカチカチって言ってたの。そう、バイーンバイーンとかってさ、中見たやつ、中見たいな。 CCD カメラとか、樹液みたいなやつは見えた。見えたよね。栗の木さんはねすごいね。でも一個さ、こうやって巣ができたら絶対ここにこれからどんどん赤ちゃんとか、うん、なんかさ、ちょっと小型カメラ買ってくるかな。 GoPro とか、え、でも言っちゃダメか。 GoPro はダメだ。見た、まだ全然。あ、いや、うん、うん、かわせた。 GoPro どこだった。だから、やだ、びっくりした、やだ。恋の主たちが何なのかをちょっと見たかったんですけど、小型カメラがないので。見てこれ、鏡っぽくないですか。鏡を歯医者の奥歯見るような感じでちょっと見てみようと思います。こんなとこに来ました。やっぱり泣いてますね、泣いてますね。あー、でも見えないか。
どうしたどうした、あー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 、見えないやっぱりこれ、あー切っちゃって、あー入んない、よしよしよし、待って、あなたにいるよ、ごめんね、お邪魔しました、バイバーイ、バイバーイ、携帯持ってきてるでしょ、向こうにチッてやっていい、簡単にできるよ、ドク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 シーン、見えないよ、これ。
角度が。めんどくりゃ。ちょっとやって。すごいよね。すごい、すごいよね。入れちゃいよ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。誰やってるか。うわ、こんにちは。こんだけしたいんだ。こんだけしたいよ。だってさ、すごくないですか？ここまで聞こえるから。私ここにいたんじゃない？ちょっとこれ、ここ。めっちゃぼやけてる。あ、本当だ。あ、あそこにもある穴、いっぱいこれもある。今ここだけじゃないよね、絶対。え、ちょっと見せて。これどう？あ、あ、でも奥までないな。奥まで深い？あ、深い。これもさ、鳥の巣だったんじゃない？こっちにもあるよ。あれ？ここにもあるよ、ほら。すごいね、栗の木いっぱい穴開いて。シェル、これ聞こえる？ここ、これ。
兄ちゃんは家の中暑いから。どこ来た？鳥？見えないんだけど、今コナとかチャッピーがもう気づいて、なんかすごい匂い嗅いだりしてんのさ。見えてないのにな。マイクロカメラ、これで本当に撮れるのでしょうか。こんな配線みたいなこうゴミみたいな、これすげえ、これだ、ここちょっとドキドキするんだけど、うっそ、これで撮れるんだよ。9900円。あれ違う、いいえ。Amazon。おお、Amazon。これちょっとやってみよう。こうなるんだよね、多分ね。はい、皆さん、マイクロカメラが来ました。今日は小型カメラですね。で、私どこにカメラついてるのかと、多分これ。見て、人差し指よりも小指もちっちゃい。これをあのピヨピヨの赤ちゃんの。こうやって穴入れて見れる日が来たんですよ。めっちゃ楽しみ。ただどうやって 見れるのかが今分かんなくて調べてんですけど、レンズ、やっぱりこれレンズです。触っちゃあかんですよ、ね、で電池につけて、ちょっと今セッティング
してみたいと思います。あ、見てください、このカメラで映ってる、撮れてる、あれ、そうなんです、これカメラで、いや、これ間違いないじゃん、見えるじゃん、じゃ鳥めっちゃ楽しみ、よし、これから真夜中の撮影、あのね、朝はですね、朝は親鳥がめっちゃうるさいんですよ、そっちかかかかってめっちゃうるさいんで、これから夜の探索をしていきたいと思います。え、すごいね、めっちゃ綺麗だね、いや、すっごい楽しみなんだけど、あ、ラグだこれ、うん、めっちゃこれ多分合うよ、もうちょっとライトのあれ少し、これもベストかな、うん、ライトも、うん、これ以上やったらめっちゃ戻るよ、もうちょっと当てられないし、押しますね、うぜ、Remember when you sang me the song Chengdu It was during our first trip in a nearby In the dim glow of the lights, you looked into my eyes and serenaded me softly. You said you heard it at some random bar. The lyrics struck me as bitter.It's you who left, you've chosen freedom. Will that song remind you of me? Or had you sung it to all the girls that you've walked away from? You've had lots of practice, so I had none.Trail of dismay. You never look back, but do their shadows haunt you, master of walking away? Could anyone get you to stay?
someday, but you weren't ready when you met me. You weren't ready, will you ever be? On the high hips and the heads turn slow, yeah. So why you trippin', like what you sippin', and where your home is? Sun's down in a minute, I know. え、今からですね、外に行ってこのライト付きの小型カメラで赤毛の赤ちゃんを見たいと思ってますので、ちょっと今ね、明日から雨5日間ぐらい続くって言われてるんですよ。なのでちょっと蚊に刺されたようなので、この長沼温泉近くの温泉の売店で買ったハッカオイルを体に塗ったところ、今めちゃくちゃ寒いです。結構ね、寒いんですよね、夜。寒いし、蚊に刺されるのも、嫌なので、ちょっと防寒して、ウィンドブレーカーとか着て、外に出てきたいと思います。ちょっと上の方にやった方がいいっていうのが、一瞬これ入れるときすごいっていうんだよ。そう。これ、これ。うわ、めっちゃ。もう一回、これさ、こうやってやっても変わんないんだよね。うまっ。これ一緒に飲む、これでいい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 、そうだね、さっき持ってきたよね、これ、これと買うぞ、これ。これやばい。光が消える瞬間そうなんだ。だから一度暴れてんだ。こいつは明かりは見えてるから。そうだよね。もう出す突然まで来た。もう一回ちょっと。おー。手出します。さよなら。もう一回いたよなぁ。待って、もう一回すごい大きくなるもんね。さよならシェイクすると、上がってきます。楽しい、楽しい。面白かった。ありがとう。みんな、ありがとう。
くり。昨日ですね、由仁町には大雨が降りました。雷もちょっと鳴りましたし、まあ、とにかくザーって来てたんですけども、まあ、鳥はですね、鳥の巣には多分水は入ってないかと思うんですけども、今朝見てきたらやっぱりその木のね、全体幹が濡れていました。雨だった翌日の今日ですね、夜の観察にまた行ってみたいと思います。ここで撮るの知らなかった。え、これどうしたんですか。逆だったらこうよ。うわ、難しい。なんかいいや、とりあえずじゃあアシスタントはナルダ君、そして手伝うこともなくお風呂に入ろうとしてる、あ、焦った、ジータン。それでは長靴入っていっていきたいと思います。すいません、お風呂に入ります。はい、ですよ、全然期待してなかった。まあ、まあ、あんま大丈夫ですよ。前回と変わんない。前回と変わんないとかって何言ってるんですか。昨日1本や2本成長してるかもしれないじゃないですか。これはね、貴重なんですよ。誰もが捉えることができないこの斎藤家のこの Google にも出てこないっておかしい。出てきません。ということは写真したいものに、写真はそこ撮れないの分かるでしょ。木にも登らなきゃいけないしさ、すごいことなんですよ。高さたった1メートルぐらいのところに巣を作るなんてね、最高。行ってきます。なんかあんまり泣いてないね今日。あ、夜だからし、全然泣いてない。泣いてんですけど。あ、夜でも、うん、雨降ってるんでちょっと、ちょっと心配だかも。泣いてました。鳴き声変わってる。多分ね、寝てヒーヒーピーピー起こしてる。起こしてる。まあ仕方ないけどね。マジでちょっと待ってママ、顔見える。あれ顔じゃないかな、違う。あ、今登ってきてたって、これ怖で。いや、あのね、最近親がね、今ちょっと、はい、見えた。あれ親か、なんかでかいな。あら、なんか近いよ。鳥の種類違かったじゃん。何、鳥の種類違くなかった。すげえだ、早く抱くの。じゃあで、あんなでかい親みたいのいるところに突っ込むのカメラ。気持ち悪い、怖い。気持ち悪くないでしょ。気持ち悪い。え、違う鳥。気持ち、なんか全然違う鳥に見えた。なんかさ、なる前も茶色い。そう。鳥が。ちょっと貸して。このドキドキしてきた。なんかこれすごいのが撮れる。すごい撮れてるの。他の鳥が子守してるのか。夜だから出られなくなったの。やだ。今の鳴き声もさ、全然聞いたことない鳴き声だったじゃん。聞いなきゃダメなんだって。なんか何か通ってんの。何ですかこれ、帰ろう。どうやってんの。やだって。まあ、まだ今の行くよ。ちょっと待って、出てきたら本当叫ばないで。やば、叫待って、入れる。こう取ればいいんでしょ、こっち側。固定。
あれなんかいなくない？あ、いっぱいいるわ。でも成長してる。大きくなったね。これね、完全にね、2匹いなくなりましたね。下敷きになっちゃってますね。連続で鳥の様子をこれから見に行こうと思います。これなんていうんだっけ、ダウン、ダウン着てるんですけど、なんとユニチョ、夜気温18度、まあまあ寒いんですよ。留守番だよ、留守番。ありがとうございます。どれだけ成長してるでしょうね。え、こっちだよ。あ、なんだ。ちょっと切って。よし、あとはこれ、これこれ、これ上にいる。
ているのでお顔がよく見えないんですけども、もうねこれがだんだん大きくなってくると多分この巣の上まで上がってきちゃうと思うので、ちょっと傷つけたりですね、しないようにちゃんと巣立ちがきちんとできるように排除して今日は暑いんですけども、ちょっと仕事帰りです。これぐらいの時にちょっと鳥がどんな様子なのか見てみたいと思います。え？びっくりした。一匹しか、え？どうしたの3匹、2匹。待っていないじゃん。ちょっと心配。やだ、何に落ちたってことじゃないよね。いや、だってどっちかじゃん。飛べないよ、まだな。そうだよ。どういうこと？ちょっと待って、昨日いたんだよ。めちゃめちゃショックですけど、何かがあったんだろうか。一匹しかいない。どうしよう、この子育ち見れなかったらね。
待って。なんで？え？いない。え、待って。なんで？待って。いないよ。え、もう飛び立ったんじゃない？もしかして。ちょっと、今朝あげてたの？Something that